こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県桜井市にございますカーサベルデ桜井のご紹介の方させていただこうと思っております。はい、こちら後ろのね建物が今回の物件となるんですけども、2階のお部屋が空き予定として、出ているんですけども、まだ退去の方が終わっておりませんので、建物の周りの雰囲気をお伝えさせていただけたらと思っております。まずね、見ていただきたいのがこちらの建物の外観部分ですね。非常に綺麗な建物となっております。駐車場のね方もしっかりねこういう形で取られておりますので、お車をお持ちの方でも安心して借りていただけると思います。駐輪スペースはですね2箇所ございまして、こちらの部分とこちらのところとね2箇所取られておりますので、自転車をねお持ちの方でもまたこれも安心して借りていただけると思います。エントランスの方はこのような雰囲気になっておりまして、真ん中にね階段を取った中階段のタイプになりますので、非常に音のね部分でも恵まれているといいますか、対策されているなという感じでございます。こちらの物件なんですけどもね、当然空いたらですねまたお部屋の方も見ていただこうと思っておりますので、それまでの間はですね私ども賃貸の正木のホームページで詳細の方のご確認をお願いいたします。最後に、なるんですけども、私ども、賃貸の正木ではこのような各種サービスを取り揃えてお客様のご来店を心よりお待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。